こんにちは、MJWS です。今回ご紹介するのは、大阪モノレールの西都線延伸計画ルートについて。当チャンネルでは、これとは別に進行している大阪モノレールの本線における延伸整備計画、雨竜道延伸ルートについて、定期的なトピックスの紹介を実施しています。実は、大阪モノレールの延伸整備計画は、この雨竜道の他に、支線である西都線にも短距離ながら存在していました。これが、大阪モノレール西都線東センターまでの延伸計画です。大阪モノレール西都線西都西駅から中部駅、東センター駅までの 2.2km をつなぐ予定であった、現在は未成線となってしまったルートです。未成線とは、計画はあっても、諸事情により建設されることのなかった鉄道路線等のことを言います。日本国内ではモノレール開発黎明期、多くのモノレール建設計画が連立し実現しなかったいわゆる未成線が多く存在しますが、西都線の延伸部については都市計画や設計まで進んでおり、比較的実現に近い未成線ルートでした。大阪モノレールでは既存の門真市駅から雨竜道付近までをつなぐ延伸計画が決定し、今現在工事が進められていますが、こういった華やかな都市計画決定の裏で、近年実はこうした幻の路線が一つ誕生していました。今回はこの未成線ルートの路線概要と現地の今現在の様子をお伝えしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録と最後までお付き合いいただけると幸いです。大阪モノレールでは2019年3月19日ついに大阪モノレール雨竜道までの 8.9km の延伸が特許され、2021年からは実際に現地工事が開始されています。同延伸ルートは2029年に延伸部が開業を果たすこととなります。しかしながら、この雨竜道までの延伸が特許された記念すべき2019年大阪モノレールに関連する一つの延伸ルートが計画を中止、つまり未成線となったことをご存知でしょうか。それが大阪モノレール西都線西都西駅から仮称中部駅及び仮称東センター駅までの 2.2km の区間です。この延伸計画の起点が現在の西都線の終点である西都西駅。西都西駅はプラットフォーム階が人間を主体としてマイナス1階層、コンコース階が GL 層として配置された珍しい駅舎構造となっています。なお、大阪モノレールでは将来の6両編成化に備えて既存駅舎の多くを6両編成用のサイズの駅舎として建築していますが、西都線の豊川駅及び西都西駅については6両編成化の余地を残しつつ4両編成駅舎として建設しています。これは西都地区、当時国際文化公園都市という名称で開発が開始された同地区の開発主体であった現 UR 等との契約に関連するものとなっていますが、大人の事情も絡んでくるため、今回の動画ではここまでの紹介にとどめます。さらに余談ですが、今回の延伸ルート、東センター駅までの延伸とセンター等名称が多く出てきますが、西都西地区に配置された現在いる西都西駅も、都市計画の立案時は仮称西センター駅という名称で呼ばれていました。軌道末端部側に移動してみましょう。西都西駅の軌道末端部側にはこのように将来の延伸を見据えた上下線及び折り返しのための引き込み線、それを再配する分岐器、これらのシステムで構築されています。引き込み線もさることながら、上下線は道路の高さよりも明らかに低い位置に設置されていることがわかります。このままでは壁に激突してしまいそうですが、実はここからが西都線延伸ルートの見どころと言っても過言ではありません。大阪モノレール
西都線はそのほとんどの区間を茨城箕面丘陵線という都市計画道路に帰属します。この茨城箕面丘陵線と区間を共にする部分ではその標高差は実に100メートル近くにも及びます。特に現在の終点駅である西都西駅から中部駅、東センター駅の位置する場所はこの標高が最も高いところに位置しています。大阪モノレールの軌道ルートはこの標高差からの影響を最小限とするため西都西駅軌道末端部に代表されるように堀割構造や地下区間でのルートを主体としています。特に当延伸計画では大阪モノレールでは実績のない地下駅の設置が計画されていました。西都西駅から新設される予定であった中部駅や東センター駅はいずれも地下構造で建設や設計が進められていたことも同延伸計画の特徴となっています。なお西都線延伸ルートの全体感を網羅する模型が西都西駅から歩いてすぐのところにあるキューブ E サイト、サイトインフォミュージアムと呼ばれる施設に設置されています。実は以前にも同模型の見学に伺ったのですが、サイト線延伸部の中止を受け模型内の東センター駅周辺の建物や当然モノレール駅も撤去されていました。参考として以前の様子を動画として差し込みます。いずれにしても西都地区を一望できる立派な模型ですので、興味のある方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。さてここからは延伸ルートについてご紹介します。軌道線である大阪モノレール西都線は西都線中間駅となる阪大病院前より西都西駅および延伸するはずだった東センター駅まで都市計画道路茨城箕面丘陵線を走ります。未成線となってしまった延伸ルート西都西駅以北では、西都西ランプを過ぎた時点で片側1車線上下系2車線の道路となっています。実は西都西駅以北の茨城箕面丘陵線は現在暫定共用の区間となっていて、西行きの片側2車線を上下1車線として使用しています。画像に映る上下2車線道路の左手に将来東行きの2車線が追加整備される計画で、もともとの都市計画においてはこの上下線の間にモノレールの延伸ルートが整備されるはずでした。西都西駅を出たモノレール軌道は堀割構造で進んだ後、茨城箕面丘陵線の上下線より若干標高を下げた位置を進んでいき、次駅となる中部駅手前でトンネル区間へ突入し、地下駅として配置される予定だった中部駅に至る予定でした。このため画像付近からモノレールの軌道は見えず、モノレール車両が通行した場合ほぼモノレール車両の屋根が見える感じになっていたと推定されます。そうこうしていると大阪モノレール西都線幻の中間駅中部駅の位置に到着します。中部駅は映像中央付近の地下に整備される計画で、プラットフォーム階は画像の地下部分、その上の階層に茨城箕面丘陵線2階層部分に駅の改札が配置され、右手の広場に設置が予定されていた駅前交通広場まで渡り廊下でつなぐ計画でした。こちらが駅前の交通広場になる予定だった場所で、造成時はアスファルト舗装がなされていましたが、今現在は工事に伴う盛り土が山のように積まれています。さてこの中部駅以降、東センター駅予定位置まで現在道路が整備されていません。つまりルートに沿った散策は不可能となっています。茨城箕面丘陵線が配置される線形にはこのように乗り面が整備されているため、おおよそのイメージ感はつかめるようになっています。さてこの先、茨城箕面丘陵線は眼下に広がる谷を越えて東部地区に入っていくこととなるのですが、ここには当初モノレールと車道、
歩道とが一体となったダブルデッキ構造の佐保橋梁が配置される予定でした。仮称佐保橋梁は大阪モノレール未成線ルートの帰属道路である茨城箕面丘陵線の中部地区と東部地区を結ぶ橋梁で、整備延長は約400メートル、車道4車線の幅員26メートル道路として建設されます。車道両側には幅 2.5 メートルの自転車道及び幅 2.5 メートルの歩道が設置されます。測量設計が進められた後、本格的な工事着手は2022年以降になるものと推定されます。同橋梁の完成は2023年を目指していますが、今後具体的な数字が出てくることでしょう。なお、サイト線の東センターまでの延伸中止を受け、当初モノレール併用型のダブルデッキ橋として建設される予定であったこの橋は、モノレール延伸中止を受け、設計の見直しを実施した上で、上述した車道、自転車道、歩道用の橋として建設されることとなっています。ちなみにこの次に設置されるはずだった東センター駅とその周辺の道路や交通広場については、計画の変更までは都市計画図にも記載されていましたが、今現在では更新後のデータとなっていて、大阪府等が提供する都市計画図から東センター駅の配置図を参照することは今はもうできなくなってしまいました。現在はこの先に位置する佐保橋梁と茨城箕面丘陵線の東部地区までの共用改築区間に接続する道路が記されているだけで、さっぱりとした都市計画図に変わっています。これ以降は自動車で見て回れる箇所がほとんどないことから、この後東センター駅のさらに先に設置が予定されていた山手台車庫用地の観察に向かいました。大阪モノレールサイト線では、もともと東センター駅までの設置が基本の計画となっており、全線の延伸が完了した場合、サイト線で使用するモノレール営業車両の留置等を担う新たな車庫の設置が予定されていました。それが大阪モノレール山手台車庫です。大阪モノレールでは現在門真市駅から雨竜堂までの9km の延伸工事が進められていますが、この延伸に伴い増備される営業車両を収容する新たな車庫が雨竜堂に設置されます。実は大阪モノレールではこの雨竜堂車庫の設置計画以前に、主にサイト専用となる山手台車庫の設置がほぼほぼ決定していました。つまりサイト線の中止に伴い計画こそなくなってしまったものの、一時的に大阪モノレールでは3つの車庫を保有する計画があったということになります。実際過去に山手台車庫が位置する東部地区の造成工事では、工事現場に施工図が掲載されていて、そこにはしっかりとモノレール車庫という文字が記載されていました。ここから少し余談になりますが、実は大阪モノレール社の初期の会社パンフレットには、このサイト線の延伸ルートだけでなく山手台車庫についても記されていたほど、実現すると考えられていた計画だったのです。もっとも1990年に千里中央駅から南茨城間が開業した際の大阪モノレール社のパンフレットに記載されていたものですので、今となっては知る人ぞ知るといった情報になりつつあります。当時のパンフレットは表面に会社案内、裏面が大阪モノレールの営業路線およびサイト線の計画ルートが記されており、今回紹介するサイト西駅から東センターまでの延伸ルートはおろか、万博記念公園駅からサイト西駅のルートも計画路線として示されていた時代。当時は同延伸計画ルートが中止になるとは夢にも思っていませんでした。山手台車庫については当サイトでも頻繁に使用する単語となっており、今では比較的容易に検索で調べることができるようになっていますが、一時は調べてもなかなか出てこない謎に満ちた単語
となっていました。都市計画決定まで完了しつつ、中止が決まったことで施工図からも文字が消えていく車庫というのは比較的珍しいのではないでしょうか。なお、こちらが当初山手台車庫とこの奥に位置することとなったはずだった東センター駅とをつなぐトンネル区間の出口にあたる区域となっています。もちろん計画は中止となっており、ここにトンネルができることはありません。西と線の延伸は都市開発と一体となった整備を前提として、これまでの軌道線としてのモノレールの建設の流れとは少し違うアプローチを組んでいました。西と中部に続き本格的に造成のスタートを切った西と東部では、この地区の造成に並行する形で山手台車庫の用地の造成も進んでいました。しかしながら今回、残念ながらこの延伸ルートは計画を中止することとなってしまいました。西都線の東センターまでの延伸計画は未成線中の未成線と位置づけることができるルートで、大阪モノレール建設時、関係者のほとんどが中止となることなど夢にも思っていなかったことでしょう。今回の動画作成にあたり多くの文献を調べたわけですが、いずれの資料もできる前提での記述がなされ、実際に基本の設計まで完了、さらに都市計画図に記載されていたことが何よりの証拠となっています。モノレールありきで設計されていた街の構造が今後どのような変貌を遂げていくのか、引き続き見守っていきたいと、そう思わせる取材となりました。といったところで今回の動画はここまで。最後までご覧くださり誠にありがとうございました。大阪モノレールについての各種の延伸計画については今後継続的に取材を続けていきます。引き続きお付き合いいただけますと幸いです。それではさようなら。